犯人の話に移るぞ。と言ってもその犯人もすでに判明しているがな。殺した犯人はゲノサイダー Syoだ。巷で噂の殺人鬼？ありえないべ。私たちの中に殺人鬼がいるっていうの？そいつは氷川桃子だ。ジェノサイダー Syoはそいつであってそいつでない。そうか、犯人は乖離性人格障害の可能性が考えられるって。そういうことだ。黙っててくれるって約束したのに。あとは本人から直接話を聞くとしよう。本名は氷川桃子ってダセー名前だけどね。どうしたんだ氷川くん。健全な殺人は健全な精神と肉体に宿るの。これで分かったはずだ。その殺人鬼が殺したんだ。動機もある。動機だと？氷川桃子がジェノサイダー Syoだということは絶対他人にバラされたくない。動機になり得るはずだ。私は犯人じゃないのです。誰が信じると思う？そうだよ、殺人鬼の言葉なんて信じられないよ。